ドルイコールドブルターニュは、フランス、ブルターニュ地域圏、イルイコールエイコールビレ県のコミューン。ドルイコールドブルターニュは、サンマロとモンサンミシェルの中間に位置する。レンヌは、ドルイコールドブルターニュの南 55km にある。ドルイコールドブルターニュの町は、海抜 20m の崖の端に位置する。ドルイコールドブルターニュ周辺は、太古から人が定住している。ドラン平原にある、 ブルターニュ最大のメンヒルがその証拠である。おそらくケルト時代に誕生していたドルイコールドブルターニュは6世紀に初めてブルターニュに設置された司教区の一つとなった。ドルの初代司教となったサムソンはブルターニュ創設聖人のうちの一人である。彼はドルに修道院を作りカロリング町時代の地方の中心地となったドル司教座の講演者だった。ドルは ブルターニュにおける七聖人の巡礼の地として、トロブレースが行われる。ブリトン人の王、ノミノエは848年にドルを聖なるものと認めた。9世紀にフランス大西洋岸に襲来したバイキングは、ドルを略奪した。この間は、ドルの町はバイキングに制圧されていたと思われる。しかし、930年にドルにやってきた、ブリトン人主張アラン・バルベトルトによって、 彼らは追い出された。スカンジナビアからの脅威が続くにもかかわらず、現在のノルマンディーに本拠を置くバイキング、すなわちノルマン人たちは街を制圧し続けていた。彼らは944年に街の支配権を奪った。997年にドルを支配するようになったのは、ヘブリディーズ諸島やアイルランド島の一部を支配する、ノルウェー人のバイキングの長、オラフラグマンであった。 ドルは再び襲われ、略奪され、燃やされた。1014年、ノルマンディー皇、リシャール・タンキの要請で、年若いノルウェー王、オーラブが北欧から直接遠征し、他のバイキング集団と戦うためドルに到着した。1064年、ノルマンディー皇、ギヨーム諸志皇がドルを包囲した。1076年、イングランド征服後、征服王と呼ばれるようになった。 企業務所志向は、ブルターニュで新たな軍事遠征を開始し、フランス王フィリップ一世の王国軍が行ったドル包囲に対して支援を行った。1167年、ノルマン人アスキュルフの、つマイズード,ドルはドル及びコンブール領の広大な領地の相続人となった。アスキュルフは、ユーグド・アブランシュのひ孫にあたり、これ以後ドルはアブランさん最古の一族の手に落ちた。 代々のノルマン人領主はドル近辺の湿地開発に非常に熱心であり、彼らは12世紀終わりに行われたクエノンの西側のモンサン・ミシェルワン監督の最初の開拓者となった。13世紀初頭に再建されたドル大聖堂はアングロノルマン建築の優れたものであり、13世紀のブルターニュの建築物としては非常に稀なものである。ドル大聖堂は 現代のイギリスのいくつかの建物に禁じした設計がなされている。1790年、ドル大聖堂から死教座が切り離され、国有財産として売却され、建物を購入したブルジョワ階級が旧社に用いた。同年、ドルはコミューンとなった。現在の名称が正式に用いられるようになったのは1924年からで、ある。参照元。 INSEE 農業、商業、観光が主体である。ありがとうございます。